バクアラ通信このコーナーは、私、バクアラガールの勝田里奈が、ハロープロジェクトの先輩たちと積極的に仲良くなって、バクアラフレンズを増やしていくことにより、スマイルエイジ、そして私自身を、どんどんレベルアップしていこうという野望に満ちたコーナーです。本当に本当に順調なこのコーナー勝田さん、今回もお願いします はい。それでは、爆荒通信最新情報です。<お>はい。まずはですね、最新情報をお伝えする前に、はい、あのー、今までのね、うん、ことを確認して、<お>ちょっと振り返ってみたいと思うんですけど、はい まず一人目は、あの、モーニング娘。のみっちげさゆみさんに、あの、ハロープロジェクトのライブの時にね、ちょっと、あの、言って、爆笑アラフレンズになってもらって、そして同じく、えっと、ハロープロジェクトのコンサートの時に、中島さきさん、キュートの中島さきさんにも、はい、爆笑アラフレンズになってもらって、で、あの、 その、その次にベリーズ工房さんとスマイレージの、あの、ベリーズスマイレージステーションというのをね、そう、やらせてもらった時に、あの、熊井さんにも、はい、バックアラフレンズになってもらって、で、3人、3人ですね。なって、で、その、徳永さんは、5人目ならいいよっていう条件で、はい、ということだったんですけども、まあ、これまではですね、正式なのは3人、なっていただいて、はい、なんですけど、4人目、うん。 4人目。え見つかったの見つかりましたーおぉ<ー>はい、この、えっ、ー、と、今、あのー、ナルチカというライブをね、はい、キュートさんと一緒に回らせてもらってるんですけど、はいね、あのー、キュートの、うん、鈴木愛理さんになってもらいましたー へえはい。のその瞬間見たわ。はい、本当に、うん、なんか、あの、鈴木さんに、そのことをね、あの、言ったと隣に、中島さんがいたの。うんうん、で、なんか、なってもらえませんかって言ったら、<laughs> 中島さんが隣で、出たーって、<laughs> そう言ってて、あのそれ、どういう、どういう企画なのっていうふうに聞かれて、うんうん、でもまあ、なんて言うんだろう。決まってからのことはまだ決めてないから、そういう、まあ、今は集める段階で、まだね、5人も揃ってないので、うん ということで、4人決まったんですけど、うん、5人目はまだ決まってないんですけど、うんうね、あの、徳永さんが5人目ならなっていいよっていうふうに言ってくださったので、まあ、徳永さんが良ければ5人目に徳永さんを入れるか、それとも、あの、なるちでもう一人キュートさんを <laughs> そ,うそうかちょっと、はい、まあ、迷い中ですというところで、とりあえず今4人決まって、 すごい、あのー。目標の5人まであと1人という段階なので、うんうん、今後も楽しみに待っていていただけたらいいなと思います。はい。はい。